セリーヌ。お母様、これは一体どういうことですの？お母様ってセリーヌさんのですか？ええ、ここは私の故郷ですのよ。セリーヌさん、マーズの出身だったんだ。とにかくこっちへ来て座りなさい。これはマーズ始まって以来の大事件じゃ。長老様、私たちはまだ事件のあらましを知らないんですの。詳しく教えてくださらないかしら。私が代わりに話そう。お父様、事の始まりは昨日の夕方だ。村にいたはずの子供たちが全員かき消えるようにいなくなってしまったのだ。私たちが慌てて捜索を始めるのと同時に、彼が紋章の森から大変な伝言を持って帰ってきた。私はその時紋章の森で修行をしていました。すると突然私の目の前に山賊が現れたのです。私は身構えましたが、相手はこう告げただけで消えてしまいました。俺たちのボスがお前たちの村の子供を預かっている。返して欲しくば50万フォルト、密印の書を用意しろと。密印の書とは何ですか？全てを話すことはできぬが、我が村に伝わる門外不出の紋章術書の一冊じゃよ。私たちはそれを聞いてひどいショックを受けた。子供たちがさらわれた事実だけではなく、紋章の森に山賊が侵入したこともショックだったのだ。紋章の森によこしまなものは入れないように、聖なる紋章が隠されて刻まれているのです。その結界を破られたとなると、相手は相当の使い手だと考えなければなりません。それで子供たちは無事なんですの？第二の使いによれば、山賊たちは紋章の森の奥地に子供たちと共にとどまり、こちらが要求を飲むまでは動く気がないという。それ以上のことはわからないのだ。紋章の森は紋章術師の修行場です。使いようによっては天然の要塞ともなります。それでも山賊程度の相手ならば、私たちが数人いればなんとか倒せるとは思うが。じゃが子供たちの命の危険を考えると、必要以上に手出しができんのじゃ。相手はたかが山賊とはいえ、紋章の森の結界を破った強者。わしらが勝利したとて子供たちが無事でなければ意味がない。それじゃあ手も足も出ないじゃないですの。しかし私たちもいたずらに手をこまねいていたわけではない。調査の結果、山賊どものアジトは突き止めた。あとはなんとか子供たちを救出するだけなのだな。それでは。うん、しかし先ほども言ったように、我々だけではいささか心もとない。そこで偶然この村を通りかかった剣豪の方に一緒に力を貸してはもらえないかとお願いしているのだが。ディアス、レナ。ほう、レナさんはディアス殿のことを知っていらっしゃるのか。村の出身なんです。ディアスに頼むんですか？ええ、ディアス殿は
剣士の間ではその名を知らぬ者がいないほどの剣豪ですからな。それなら絶対そんな人たち倒せますよ。ディアスは誰よりも強い剣士なんだから。それでお父様、ディアスさんは OK してくれましたの？ラクール武具大会の腕鳴らしにちょうどいいと言って引き受けてくださったのだが、私は反対しているんです。こんな素性の知れぬ相手に頼むのならば、私たちで森に踏み込めばいいのですから。そんなことありません。ディアスの身元も剣の腕も私が保証します。お嬢さんに保証されてもね。えまあ確かにこれは我々の村の問題でもある。通りすがりの剣士殿に頼むのも無責任かもしれぬが。まあでしたらお父様、その悩みを解決する一番の方法がありましたよ。山賊を倒す役目を私たちに任せてはいただけないかしら。セリーヌ、本気か？もちろんよ。私たちの修行の成果をはっきりと証明できる時ですもの。どうでもいいが、お払い箱だというのなら俺はこの村を去るぞ。しかしその傲慢な女のおかげで失敗しても俺は知らんからな。何ですのこの失礼な男は。失礼なのはどっちだ。途中から入ってきて作戦をかき乱しているんだからな。俺はもう失礼する。宿屋に戻ってるから用があれば来てくれ。本当にあんな怪しげな剣士に頼むつもりですの？ちっぽけな山賊一味なんて私たちでひねりつぶしてやりますわ。いや、そうは言うけどね、セリーヌ。レナ、レナ、ディアスさんのところに行ったきり帰ってきませんわね。あの人本当に一人で行くつもりなのかしら。多分本当だよ。よっぽど自分の腕に自信があるんだろうね。まったく長老様ったら、それでもあの男に頼もうだなんて。クロード、私たちも見せつけてやりましょうね。まあね。やる気がないんですの？私がお父様を説得したっていうのに。遅かったですわね。あの男に何かされませんでした？突然だけどお願いがあるの。ディアスを仲間に入れてほしいの。それってどういうことですの？ディアスに頼んだの。そしたら一緒に戦ってくれるって約束してくれたの。そりゃあね、可愛い彼女の頼みなら聞かないこともないでしょうけど。そんなんじゃないの。剣の腕も本当に一流なのよ。私たちの大きな力になってくれるわ。どうしましょう、クロード。彼は一人でやれるって言った。だったら一緒に行く必要なんてないよ。ひどい。どうしてそんなこと言うの。僕は嘘は言っていないよ。それに僕たちだってあの人がいる必要はないよ。そう。じゃあ私がディアスと一緒に行くわ。レナ、クロードには必要ないかもしれないけど、私にはディアスが必要だもの。仕方がありませんわね。決行日は明日だから、早めに装備を整えて長老様の家に戻りましょう。僕は必要ないのかよ。よいか、子供たちの安全が第一じゃ。そのことを考えて進むのじゃぞ。村の方は我々に任せておいてください。お前たちも
十分気をつけるんだぞ。もちろんですわね、クロード。クロード。ああ、うん、そうだね。やっぱり一緒に行った方が良かったんじゃないのか。だったらどうして待っていてくれなかったのかしら。いや、彼らには彼らのやり方があるんだ。先に山賊を倒して自慢したいんじゃないかしら。セリーヌや、これは競争ではない。出会うことがあれば協力して進むんじゃぞ。分かってますわ、長老様。それからこれは森の中の泥沼を渡るときに必要な靴じゃ。これがないと先に進めん場所もある。ありがとうございます。必ず吉報を持って帰りますわ。レナが言ったことずっと考えてますの？え？こんなところにいたんですか。あなたは？長老様の家にいなくていいんですの？問題は片付きましたからね。森の方にやってきたんですよ。子供たちが見つかったんですの？レナたちに先を越されたんだ。じゃあ山賊の一味も全滅させられたんですのね。そんなことはありませんよ。え？それどころか今でもピンピンしてますよ。それってどういうことですの？やられたのはお前の父親の方だ。お父様が？お前まさか。お前らは仲間を信用しすぎるからな。お前らの仲間に変装すれば密院の賞をいただくことも簡単なことだ。あなたが山賊のボスだったのに、お父様をよくも。人の心を利用するなんて、お前なんかに負けるわけにはいかない。仕方あるまい。俺の本当の姿を見せてやろう。仕方ないです。敵だ。流星ショー。やっ、立って流星、立って。これなら満点だな。やった。あの石、アレンの時と同じものだったような。セリーヌさん、今すぐ村に戻りましょう。ヘグラスさんが心配だ。いいえ、子供たちを探す方が先ですわ。セリーヌさん、これ以上死者を増やしてはならないの。子供たちの安全を確認してから戻るのが正しいのではなくて。セリーヌさん、クロード、レナ、これは何？長老様の家にいた紋章術師の本当の姿さ。あの人が山賊のボスだったのね。レナはどうしてここに？子供たちが小屋に捕まっていたところを助けていたの。本当に？こいつはお前が倒したのか。ああ、そうだ。セリーヌさんと一緒にだけどな。なるほど、レナの言っていたこともあながち嘘ではないようだな。どういうことだ？近いうちお前と剣を交える日が来るかもしれない。楽しみにしていよう。この前の無礼を詫びよう。
お前はおそらく足手まといにはなるまい。レナ、あいつは何を言ってるんだ。ディアス、こんなことしている場合じゃないんですのよ。早く村に戻らなくては。そうだな。エグラスさん、大丈夫でしょうか。重い呪文を数回受けておる。目覚めれば奇跡じゃが。レナの力があれば絶対大丈夫だと思います。回復の呪文か。わしらの村にさえ伝わらぬ。エグラスさんの意識は戻りました。おお、そうか。あとはよく眠れば大丈夫だと思います。どれ、わしも様子を見てくるか。あの紋章術師の人が本当の犯人だったなんてね。被害者に化けていられちゃこっちもわかるわけないよな。でもすごいよね、クロード。一人で山賊のボスを倒しちゃったんだから。一人じゃないよ。セリーヌさんがいたから倒せたんだよ。それでもディアスは褒めていたわ。あの人の剣の腕はきっとすごいんだろうな。そんな気がするよ。クロード？反発することは簡単だけど認めることは難しいんだ。僕の腕を少しでも褒めたのならあの人の剣の腕はそれ以上なんだよ。レナが好きになる理由もわかるような気がするよ。どうしてそうなるのよ。あの人は私にとってお兄さんみたいな人よ。勘違いしないでよね。そうなんだ。私たちはソーサリーグローブを調査するっていう目的があるでしょ。そのことを忘れないでよね。レナ。何？アレンの持っていた石っていうのは。いや、お母さん見つかるといいな。ありがとう。セリーヌさん。私を置いていかないでほしいですわ。でもエグラスさんが。お父様ならもう大丈夫。レナの呪文はすごいって感動してますわよ。そんなこともないですけど。じゃあそろそろ出発しましょう。日も暮れそうですよ。ですから今日はお礼も兼ねて私の家に泊まっていってくださらない？いいんですか？もう全然気になさらなくて結構よ。今日のあなたたちはヒーローだってこと忘れてるんじゃありませんかしら？ヒーローですか？そうですわよ。あなたたちまでいなくなったら誰をもてなせばいいんですの？ディアスはどこに行くか言ってなかったんですか？わからないけど、多分また会えますわよ。あの人、ぶっきらぼうのくせに目立つから。そうですね。さあ、二人とも、今日は返しませんことよ。さあ、早く。美味しかったです。ごちそうさまでした。いえいえ、お粗末さまでした。もうお体は大丈夫なんですか？ええ、レナさんのおかげで。ところで君たちはハーリーに行く途中だとか。はい、ラクール大陸に渡って、そして
最終的にはエル大陸を目指すつもりなんです。エル大陸か。何か問題でも？大体の目的は食事をしながら聞いた。ソーサリーグローブの調査ということだが。エグラスさん、ソーサリーグローブをどのように見ていますか？個人的な推測に過ぎないが、私は一種のエネルギー物質ではないかと考えている。エネルギー物質ですか？うん。それが放出する特殊なエネルギーが周囲の生命に影響を及ぼし、魔物化させたのではないかと考えているのだ。魔物化させるエネルギー。まあ、それも一つの可能性として考えられるだろうということだ。他にも何か考えられるんですか？単純に隕石と考えるのが一番納得しやすい考え方ではあるな。もちろんそれでは説明のつかない現象はたくさん起きているが、しかしラクールからすぐにエル大陸に向かうつもりかね？私は賛成できないが。お父様？どうしてですの？あまりにも情報が不足している。まずラクールで十分な情報を集め、それからエル大陸に渡った方がいいと思う。無謀と勇気は別物なのだよ。違うかね？そうですね。ぜひそうします。明日は早いのだろう。そろそろ休むとしようか。君は不思議な匂いがするね。あ、そういえば風呂に入ってないや。いやいや、そういう意味じゃなくて、私の紋章術師としての勘だが、君が伝説の勇者と間違われたのも分かるような気がするよ。いや、そんなことありませんよ。僕はみんなが思っているほど立派な男じゃない。ただレナやセリーヌさんが一生懸命だったから、僕も頑張らなきゃいけないっていう気持ちになっただけです。レナちゃんやセリーヌか。それってレナちゃんだけじゃないのかな？え、いや、あ、君はやはり立派な男だと思うよ。不思議な力を持つ彼女を、その力をまるで気にすることなく見つめている。さて、明日からの旅に差し支えるといけないから寝るとしようか。はい。すみません、わざわざ送っていただいて。いろいろお世話になったのだ。せめて村の入り口までは。それじゃあそろそろ行きます。道中十分に気をつけるようにな。危険そうだったらエル大陸には近づかないでね。大丈夫ですわ、レナもクロードもいるんですもの。まあ信用するとしようか。ラクール大陸に着いたらどこに向かうのがいいでしょうか？手始めにラクール王国だろう。ラクール大陸最大の国だ。情報も最新のものが届いているだろうし、武器も充実したものが揃っているだろう。それから長老様でも解読できなかった本を
リンガに行って見てもらおうと思っていますの。リンガ？ラクール大陸にある学者の町で有名なところですわ。リンガはラクール大陸の南端にある。先にラクール城に行くのがいいだろう。いろいろとありがとうございました。さあ行きましょう、時間がないわ。よし、ラクール大陸を目指して出発するぞ。あなたたち知っていますか？サルバの町で相当の竜の化け物が出現したそうですよ。サルバの町？ああそうじゃ、前々から竜を見たという人はおったんじゃが、どうやらただの噂ではなかったようじゃな。アレンの次は何なの？アレンって誰ですの？詳しいことは分かりませんか？竜を倒せる人を探しているようですよ。でもその話を聞いてサルバに出かけた戦士が多かったから、もう解決しているかもしれませんね。なんだろう、少し気になるな。まあサルバ行動には近寄らない方がいい。どうせお前さんたちには倒せないじゃろ。わしがあと10年若ければサルバの竜なんてイチコロなんじゃがの。お前たち、行動内は立ち入り禁止だぞ。僕たちは竜を倒しに来たんですけど、それでも入れてもらえないんですか？お前たちがか？冗談だろ。冗談じゃありません。私たちは本気で言ってるんです。まあ、誰でもチャレンジする権利はあるんだけどな。やばいと思ったら帰ってくるんだぞ。倒しに行きましょう。そうだ、今行動に入っている選手が一人いたんだ。協力するのはいいが邪魔はしないようにな。もしかしたらディアスかしら。
この先は気をつけていきましょう。今の人誰だろう。きっと竜を倒しに来た人ね。そういえば入り口の人が協力しろって言ってたっけ。誰かいるぞ。どうやら一足遅かったようだ。なんとか助けられないかしら。でもみんなで戦うには狭すぎるな。黙って見ていましょう。でもせめて応援くらいしてあげましょうよ。そうだな。頑張ってください。ほらもっと腰を落として。悪いんだけどもうちょっと静かに。あの人はどこ？それに竜もいないわ。竜はどこだ？ねえ君たち、竜はどこに行ったか知らない？ねえってば。背中に。え？ヤフフーン。ほぎゃほぎゃ。うわー、よかったですね。命が助かって。全然良くないよ。この背中の竜は何なの？さあ何でしょうか。どう考えたってさっきまで僕が戦っていた竜じゃないか。なんで背中に取り付いているんだよ。と僕に言われても。君たちが後ろで騒いでいたからこんなことになっちゃったんじゃないか。もう少しで倒せるところだったんだぞ。すみません。責任は取ってくれるんだろうね。え？僕を傷者にした責任は取ってくれるんだろうね。どうすればいいんですか？当然この竜を払い落とす方法を一緒に探してもらうんだよ。え？
本当に？当たり前だよ。こんな竜を背負っていたら僕の人生が台無しになっちゃうじゃないか。わかりました。責任は取ります。本当かい？だって僕たちにも少しは責任があるわけですから。うんうん、そこのところを分かってくれているなら問題はないんだ。早速払い落とす方法を探しに行こう。そうですね。そういえばまだ名前を言ってなかったね。僕はアシュトン、アシュトン・アンカースだよ。よろしく。よろしく。それで竜を払い落とす方法はどうやったらわかるんだい？僕にもわからないんだけど。なんだよ、お手上げじゃないか。ギャギャフフーン。なんだって？ああ、お前たちにわかるもんかーいって。ムカつくなあ、こいつら。でも、可愛げがあるじゃない。そうかな。こっちの子は瞳がギョロッとしていて可愛いし、こっちの子は瞳がうるうるしていて可愛いわよ。レナ、そういう問題ではないように思うけど。ねえ、名前をつけてもいいかしら？こいつらに？だって旅の仲間じゃないの。そうだけど。そうだな。そうだわ。瞳のうるうるしている方がうるるんで、ギョロッとしている方がギョロね。安易だな。なんか言った？いえ、何も。それで僕はどうしたらいいと思う？何も方法を知らないんだよ。だったら本で調べるのが一番かもしれないわね。本？ええ、本のたくさんあるところなら何かヒントが見つかるかもしれないでしょ。そうか。でもどこで調べるの？マーズの長老様のところにたくさん本があったじゃない。そうか、あそこなら何かわかるかもしれない。